松原ジャンクションは大阪府松原市にある近畿自動車道、西名阪自動車道、阪和自動車道、阪神高速道路14号松原線を接続するジャンクションである。共用開始以来、近畿自動車道と阪神高速道路は直接接続していなかったが、2015年3月29日に全方向への行き来が可能となった。 当 JCT に接続する高速自動車国道は、それぞれの道路ごとに区間料金制を採用しており、複数の道路を連続して通行する場合は当 JCT を境に、それぞれの道路の料金を合算する。なお、近畿道と半和道を連続して通行する ETC 車については、上限額の設定がある。しかし、 一つの区間料金制区間としての末端は、東 JGT ではなく、近畿道は松原インターチェンジ、半和道は長原インターチェンジ、西名半道は長原インターチェンジ、松原インターチェンジとしている。よって、長原インターチェンジで流出入し、半和道、三原北インターチェンジ園、または西名半道を通行する場合、近畿道の料金は不要である。同様に、 松原インターチェンジで流出入し、近畿道、東大阪南インターチェンジ園、または西名半道を通行する場合、半和道の料金は不要である。長原インターチェンジで流入して、松原インターチェンジで流出する場合、または、その逆方向の利用の料金は、長原インターチェンジ、松原インターチェンジ間の距離で算定したものになる。また、長原インターチェンジ、 松原インターチェンジで流出入して当 JCT との相互間を通行する場合の料金は、非 ETC 社は長原インターチェンジ、松原インターチェンジ間の距離で算定したもの、ETC 社は長原インターチェンジ、松原インターチェンジマイナスあたり JCT 間の距離で算定したものになる。百七十四年の西名半島松原インターチェンジ時代の松原 JCT。 ありがとうございます。